葛飾区は東京都の区北東部に位置する特別区。区内には山田洋次監督の映画、男はつらいよシリーズで知られる柴又大尺店や江戸期の勝負文化を伝える堀切り勝負園、秋元治の漫画、こちら葛飾区亀有公園前発出所で有名になった亀有がある。かつては工業が盛んな地域で住宅地の中に小さな町工場が点在し、 荒川の土手に上がると、無数の煙突が黒い煙を吐き出しているのが見える、典型的な下町の風景であった。現在では、工場跡地が集合住宅や商業施設に変わり、山抜の住宅街の風景とあまり変わらない町に変わりつつある。葛飾の名称は、現在の葛飾区の地域固有のものではなく、葛飾とはもともと、下宇佐国葛飾区郡一帯の広大な地の、 総称であった。この場合の、葛飾とは、中央付近をおおむね現在の千葉県、市川市付近とし、北を、埼玉県北葛飾郡西を、東京都葛飾区や墨田区、江東区の東部、東を、茨城県小賀市南を、江戸川区や浦安市付近とする一帯で、古くは、万葉集などにもその地名が登場している。現在の葛飾区一帯や江戸川区の付近は、 近世まで、火災の名称で呼ばれていた地域であるが、現在では一般に、江戸川区南部一帯の地域を指すにとどまり、東西線、火災駅、湾岸線、火災ジャンクション、火災臨海公園、警視庁火災警察署などにその名が残る。明治維新直後には、千葉県市川市から、船橋市一帯に新行成長として、葛飾県が設置されたこともある。 現在の東京都葛飾区以外に、葛飾、葛飾の全部、または一部の名がついた地名等が数多いのは、こうして本来、葛飾と呼ばれた地域が非常に広大であったためである。また、葛飾のほぼ中央付近に位置している、現在の京成電鉄京成西線駅は、1987年まで葛飾駅の名称を使用していたほか、この周辺に点在する、 学校等施設はいずれも、葛飾幼稚園、葛飾小学校、葛飾中学校など、葛飾の名をそのまま現在も冠している。JR 総武線、元八幡駅の語源にもなっている神社、葛飾八幡宮など、葛飾の名を冠したものは、実は、現在の葛飾区よりも、本来の葛飾の中央付近だった千葉県北西部に、多い。当初東京市では、 区役所設置予定地を区名として採用することを原則としていたことから、新宿町が区役所設置予定地であったことから、新宿区が最初の区名原案だった。しかし当時の四つ役、新宿及び新宿駅周辺地域と混乱する可能性があったなどのことから、この原案は採用されなかった。2005年の夜間人口は42万人で、 あるが、区外からの通勤者と通学生及び居住者のうちの区内に昼間残留する人口の合計である昼間、人口は34万3039人で昼は、夜の0.807倍の人口になる。通勤者、通学者で見ると区内から区外へ出る通勤者、通学者は14万272人、区外から区内へ入る通勤者、 通学者は58,488人と、区内から区外へ出る通勤者、通学者の方が多い。国勢調査では、年齢不詳の者が、東京都だけで16万人いる。上のグラフには、年齢不詳の者を含め、昼夜間人口に関しては、年齢不詳の人物は数字に入っていないので、数字の間に誤差は生じる。水元公園東京都内の東部に所在する。 区域全体が荒川の外側にある唯一の区である。区の西部は海抜0メートル地帯で海抜マイナス1メートルかそれよりも低い場所がある。一方、区の東部は海抜1から2.5メートルまでの範囲となっている。都内で唯一埼玉県と千葉県の両方に隣接する。江戸川、荒川、綾瀬川、中川、 新中川葛飾区ではほぼ全域において住居表示の実施が完了している。以下は住居表示実施後の町名と当該住居表示実施直前の旧町名の一覧である。旧町名の後に途中期したもの以外は当該旧町域の一部である。堀切勝部園葛飾区は東京運輸支局足立自動車検査登録事務所の管轄であり、以前は アダチナンバー交付対象地域であったが、2020年5月11日より、ご当地、ナンバープレート制度の対象地域となり、葛飾ナンバーが交付される。同時に、津柄入りナンバープレートの対象地域となっている。葛飾区内の市外局番は、全域が03東京 MA。郵便区番号は、124および125個のうち、124区域は、 葛飾郵便局125区域は葛飾新宿郵便局が集配業務を担当している。地方自治法施行まで地方自治法施行以降2017年11月12日に葛飾区議会議員選挙が行われた。特別区23区のうちで統一地方選挙の年に区議選が行われない区は葛飾区のみである。これは1993年に 葛飾区議会が区長の不信任決議をした際、区長が議会を解散したことに橋を発する。一票差で落選指標の再点検を求めていた、相田広指定の審査申し立てに対し、東京都選挙管理委員会は2018年2月21日審査申し立てを認め、再開当選した大森幸子の当選を無効と採決した。これは、 都選官が票を再点検した結果、葛飾区選官が大森の有効票とした2票を無効票と判断したもの。大森は採決を不服として東京高裁に提訴し、係争中。訴訟が確定するまでは大森が継続して議員の資格を有する。2018年7月19日、倉沢洋次区議が死去。2019年5月26日、 NHK から国民を守る、党代表の立花隆が2019年、堺市長選挙に出馬したため自動失職。立花は、同年7月21日の第25回参議院、議員通常選挙では、比例区から出馬し当選。2017年の区割変更に伴い、江戸川区の上、一式1.2丁目と、京宮町が16区から17区に移行した。 国外三都市と友好都市、姉妹都市提携を結んでいる。このほか以下の地域と継続的な交流がある。都立私立区立、中学24校には、冷房が完備され、2005年度から夏休みが1週間短くなった。学校5日制で減った、授業時間の確保が目的である。現在は元に戻っている。区立私立区立鉄道はほぼ東西方向にしか、 走っておらず、南北方向の鉄道は、京成金町線しかない。さらに京成金町線も、全線単線のために本数が少ない。そのため、世田谷区や江戸川区と、同じく南北方向の交通は、路線バスに依存している。葛飾区内の駅から隣接する南北の市、または区に向かうバスについては、あらゆるバス会社が、路線バスを運行しており、 亀有駅から関7通りを経由し、火災臨海公園駅方面に向かうシャトル7が1時間に1から2本程度運行されているほか、北部の亀有、金町駅からは、三里駅方面、八潮駅方面、小岩駅方面などに向かう路線バスが、南部の新小岩駅からは、篠崎駅方面、船堀駅方面などに向かう路線バスがある。 南北方向の交通の利便性を向上すべく、葛飾区は、新近貨物線の旅客化や、メトロセブンの実現、および地下鉄8号線、11号線の区内延伸などについて、検討を行っている。東日本旅客鉄道、京成電鉄北総鉄道葛飾区役所は、京成立社区駅、青戸駅、お花茶屋駅からほぼ遠距離の位置にある。東京特部で、 葛飾区と世田谷区のみ地下鉄が通っていない。なお常磐線各駅停車のほぼ全列車が東京地下鉄千代田線代々木上原駅まで直通して一部は小田急線とも直通して再延は伊勢原駅までである。京成押上線は都営地下鉄浅草線への相互直通運転を行っており、浅草線、京急線へ乗り換えなしでアクセスできる。また、 東京23区で唯一、埼玉県と鉄道で乗り換えなしで行けない区である。そして葛飾区は、地下駅と鉄道の地下走行区間が存在しない。東京地下鉄千代田線の綾瀬駅は、草海にあり、東口部分はコスが4丁目と隣接している。この綾瀬駅の所在地は当初は、葛飾区城千葉町であったがその後の1968年4月1日に、 足立区との区境変更、遺憾が行われ、所在地が、葛飾区から足立区となっている。1960年12月から、都営地下鉄浅草線と、京成電鉄押上線との相互直通運転が行われている。1963年から、東京都交通局ま込め車両基地が開設される1968年までの5年間、東京都交通局が区内の、 京成電鉄高砂車両基地の一部を借用して車両基地としていたことがある。立石様施設案内かつ資格公式サイト2012年10月1日、区政、志向80周年を記念し発となる名誉区民を検証した。出身ではないが住んでいた、または住んでいる人たちも含む。駅前に立つ、車、虎次郎の銅像その他、 小菅にある東京高知書周辺は隠し刑事、サスペンスものの撮影で使われる。柴又、亀有は頻繁にドラマや情報番組などで紹介されている。2015年1月現在で葛飾区内にある東京都指定2次救急医療機関は以下の通り、ありがとうございます。